マジで衝撃のニキビ直し方を教えていただきました。皆さんこんにちは、ふみあみのふみです。今日は、以前皆さんにお話ししたと思うんですけど、あ、お話はしてないんかな、ふみがすごい肌荒れに悩んだというお話なんですけど肌荒れに悩んでて、この肌荒れが終わったら動画にするわって多分なんかの SNS で発表してたんですけど、ついに今日動画にしようかなと思います。じゃあちょっとまず私の肌荒れ歴史から話すわまず中学生とか高校生とかの時、まあ大学生もか、ほんまにニキビができひんかってん。ニキビ体質とはマジでかけ離れてて、ニキビっていうものができひんくて、できるのは乾燥でできる畑とかはすごい肌によくできて、それはすごい悩んでたんやけど、だから畑がよくできるから、そこからふみはすごい保湿をすごいするようになって、保湿癖がついてたんやけど、すごいな。ほんでなんか最近大人になって普通に仕事を始めて忙しくて、まあ、夜寝る時間とかもバラバラになったりとか、睡眠時間が短かったりとか、そういうこともあるとは思うんですけど、急にニキビができやすい体質になって、ホルモンのバランスが崩れたりとか、ちょっとストレスを感じたりとか、疲れたりとかしたらすぐニキビになるみたいな。今年ですよ、今年の春、今年の春急にこっち半分にブツ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 って、マジで見たことないぐらいのニキビできて、その時の写真はちょっと撮ってなくて、もう辛すぎて撮る気力がなかったんでね、撮ってないんですけど、マジで見たことないぐらい赤くなってん、バーって。ほんじゃ同じ時期にアミがこっち半分同じ、全く同じのなってて、で、待って、全く一緒やってなって、いやこれ花粉のせいかなみたいな、今年花粉で肌荒れるって人よう聞くしなみたいな。そこから韓国に遊びに行ってたんやな。韓国におる期間に急にその赤いブツブツが次は膨らみ出して、ボコ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 って、なんかそれも韓国も見せ文字とかさ、 PM2.5 とか黄砂とかめっちゃいっぱい言われてるやん、空気問題、それもこれのせいみたいな。でもほんまに化粧もする気ないし、朝鏡見んのも嫌やしみたいな感じで、どんどんこう落ち込んでいってさ、なんかもう嫌すぎて日本帰ってきてすぐ皮膚科を予約しました。でも皮膚科って行ったことなかったさ、今まで人生で初めて行ったんよ。で皮膚科に行って見てもらって、なんかアレルギーですかねみたいなこと言ったら、いやニキビって言われて、マジで衝撃のニキビ直し方を教えていただきました。まずふみが今日常的にやってることを教えてって言われて、私が日常的にやってることって言ったら、化粧水、乳液、美容液、2日に1回パック、あとは毎日の半身浴やったんですけど、今のふみにとっては全てそれがダメなことやったっていうのを教えてもらって、病院の先生は私にとって、私の皮膚にとって今必要なのは、とりあえず毛穴を詰まらせないこと、だからパックも毛穴を詰まらせてしまうし、化粧水乳液とか美容液とかの重めのスキンケアも毛穴を詰まらせてしまう、そんな毛穴を詰まらせることが大人ニキビにつながってるっていうのを言われて、今日からはスキンケアは化粧水だけをしてくださいって言われました。で化粧水して、やっぱりこことかこことか目周りとか乾燥するなって感じるときは部分だけ乳液をしてくださいって。でパックはもうほんまに毛穴を詰まらすんで、パックは今マジでやめてって言われて、あと半身浴、半身浴は代謝を上げてしまうんで、皮膚にとってはあんまり良くないみたいで、そう荒れてる時期の皮膚にとっては、なのでパックと半身浴はやめました。あとね、拭き取り化粧水とかもね、毛穴を潰してしまうんでやめたり、洗顔とかクレンジングもほんまに泡で洗うを意識して、皮膚になるべく毛穴を詰まらせない、毛穴を詰まらせないっていうのをもうずっと考えながら生活して、あとお医者さんでいただいた薬、このねニキビに塗る薬を1日2回朝と夜に、
これもでもほんまに薄く塗ってって言われて、ほんまに薄く塗ってみたいな感じで、そしてなんか鼻の下とかも鼻噛んでるわけじゃないのにアレルギーとかでカサカサみたいになってて、ずっとだからここにはニキビあってめっちゃ腫れてるのに、こっち鼻周りはカサカサしてて水分量足りてませんみたいな、もうほんまアンバランスな状態やってさ、その鼻の下用の薬も一応これいただいてて、それも塗って1日2回薄くだけ塗って、病院行き始めて1週間後ぐらいの写真がこちら。でもこれでもだいぶマシになって、でこれを撮った時ぐらいに病院行って1週間経ってこんなにも治るんやったらあれやわ、動画にしようと思って撮った写真がこれやね。あ、そうや、で病院行ってる間に飲んでた薬も紹介しますね。私の行ってる病院ではこの3種類のビタミンを出してもらって、朝昼晩3種類3回飲んでました、このビタミン剤をね。てな感じで、さっきの画像から次、今のすっぴんの皮膚の状態がこちら。まだ少しだけ赤みみたいなのはあるかなと思うんですけど、ニキビ跡もほんまになくなって、もちろんそのボコボコしたのとかはもう病院行って1週間ぐらい、スキンケア改善して1週間ぐらいでなくなってみたいな感じで、私は病院に行ってから3週間はそのスキンケア方法を徹底して、化粧水だけ半身浴しない、乾燥する部分だけ乳液、あとはいただいた薬をしっかり飲む、薬を塗るっていうのを徹底してやって3週間経ったら、もうだいぶニキビみたいなこう膨らみみたいなのは全部なくなったんで、そっからもう一回行って、次今はもうビタミン剤だけ処方していただいて、そのビタミン剤が今5週間分いただいてて、それを飲みながらで、スキンケアももうだいぶ肌が落ち着いてるんで、いつも通りのスキンケアに戻していっていいよ、ただ重くつけすぎないようにねって言われたんで、今は化粧水と目尻とか口周りとかシワになるようなとこだけ、このエスティローダーのアドバンスナイトリペア、この美容液を使ってます。昔のスキンケア方法より肌も元気になって、まあ、ビタミン飲んでるからかもしらんけど肌も白くなって、ニキビ跡もほんまに薄くなって、すごい良かったなって思います。伝わったかな、こんな感じで。なのでもし今ニキビとかに悩んでて、もう化粧もしたくない、鏡も見たくないみたいな、ふみみたいな方がいたら、一度は一回病院に行ってみたらいいかなと思います。そして自分の肌に合ったスキンケア方法を教えてもらって、スキンケアを見直したらほんまに変わりました。まあ、ふみのスキンケア方法はふみに合ってたっていうだけなので、これを真似したら絶対みんなのニキビが治るってわけじゃないんで、しっかり病院に行って診察受けてください。ではこの動画が参考になった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。